どうも、メオチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。2024年1月2日、高千穂峡を後にしましてね、午後から阿蘇の方に向かいました。その様子をまとめましたのでご覧ください。すげー、阿蘇高えなー。南阿蘇爆走中、すごい光景。これだな、春とか夏だとみんな泡をしてんだろうな。阿蘇パノラマライン、すげえ。あれちゃんとシルベルトしますね。はい、登ってきたね。うわー、絶景すごいな。いやー、噴煙だよね。だけど今日は違うところに行きます。すごいこのロケーション。でカメラマンが今さいたからさ、思わず入っちゃった。すごいねこれ。思わず立ち寄りました駐車場で、阿蘇さんをバックにね、レオくんの撮影、そしてクレソンジャーニーイブ撮りました。するとね、イブとレオ、すごいねここみたいな感じで顔を合わせて話してましたよ。おいで、牛、馬には近寄らない。ペット入っちゃいけないの？ダメなんじゃ。え？いいよ行かなくて。お、ダメだもん。うん。残念。レオとね、この草原を走るのがちっちゃな夢でしたが、まあ牛やね馬がいる場所なので、他にねワンコとか入ると匂いがつくからダメなんでしょうね。残念でした。ああすごい。あっち行くとあれだね、噴火の方が見えるんだね、火口の方が。なんでここでパキスタンとインド料理なんだろう。阿蘇さん、よし。温泉は道の駅阿蘇の近くのこの温泉を利用させていただきました。夕飯はね、
ここに来る前にスーパーに立ち寄り、いろんなものをね買って車中飯にしました。久々にビールを飲んで、この焼き鳥も美味しかったです。寒い。ソフトクリーム寒いのに食べたいと、はい、ここ阿蘇に来たら赤牛のねステーキ丼、それがねむちゃくちゃ美味しいお店があるんですけど、いやこの正月休みでね開店してませんでした、まあ、道の駅のね惣菜コーナーお弁当のところにもね、並んでおりましたけど、今回はね違うステーキを買いましたので、次回またお正月じゃないと来た時にはね、食べたいと思います。 JR の阿蘇のこの駅すぐ横にあるんですけどね、ここになんとワンピースのソップ像があるので、レオ君たちとね一緒に見に行きたいと思います。道の駅阿蘇、あ、昨日電車止まってたのあれ展示物じゃなくて本物の電車だったんだよね。ウソップがいる。レオ、ウソップいるよ。こっちこっち。防犯カメラ、ソップだ。ウソップと記念撮影パチリ。ついでにね私も撮ってしまいました。でこの後ですけどね、このくまモン、ここでしか、こういうオブジェ会えませんでした。貴重でしたね。さあお店の様子です。こういうねお饅頭やらね惣菜がかなり置いてありました。その中でもね、まあ朝飯食べてしまったんで、ちょっとドライブしながらつまめるもの、それをね探していると、砂ずりの唐揚げっていうのがあったんですよ。それがねまた美味しそうなので、それを買ってしまいました。でね、また寒いというのにソフトクリームを食べようということで、でも阿蘇のソフトクリーム美味しかったです。ケチャップとマスタードつける、こんなのも買っちゃいました。砂釣り唐揚げ、あ、向こうから、グラムわかる、じゃん、うん、濃厚。熊本城が見えました。真正面、真正面、あ、こっち曲がっちゃいけないんじゃん、曲がるんだ。熊本城、駐車場がいっぱいでですね、ここ三の丸駐車場に止めさせていただきました。で熊本城はですねワンコ入れないので、レオとイブはここで散歩して車でお留守番ということになりました。全部これ震災で崩れたやつのちゃんと分けて置いてあるんだね。いやあんだけ崩れちゃったんだ、すげえな。あ、本当はこうなってたんだ。櫓がなくなっちゃった。それで今この石かよ。すげえな。すげえ。
げえ石、これはあそこに全部復元すんの。とてつもないな。うお、全部囲われちゃってる。はあ、これが今こうなっちゃってます。はあ、着いた着いた。すごいな。うわ、そっちまだ壊れてる。手つかず。天守はでも改修が終わったんだ。崩れてるよ。はあ、すごっ。シャチホコだ。へえ、ほんと変わられてきてるよ。本当はこっちから上がってきたんだね。現在直角だ。うん、ね、こう上がってきた。あれ、ここに階段あるもんな。こんにちは。すごい近代的になった。へえ。おお。いやー、こんなだったっけなー。で、こんなすっげー耐震補強までされちゃってるよ。もうこれバッチリでしょ。完全に生まれ変わってるね。材木があるんだ。へー、ほう、なんか書いてある。年号。現在地。天守閣。ぐるーっと回ってこう出るんだ。解体が終わっちゃってあそこにあったんだ。なる
会が終わったらどこだ。あっちかな。広大な熊本城、震災の爪痕がねまだいっぱい残っておりました。完全復旧までには相当まだ時間を費やしそうです。いろんなところをね巡りまして、お腹も空きましたので、熊本城ミュージアムの方に行きますと、いろんなね食べ歩きができるので行ってみました。気になっていたからしれんこん、そしてねこの馬肉、メンチも美味しかったですけど、馬肉とろに入り、これがね絶品でした。一見ねネギトロみたいに思ったんですけど、全然違いましたよ。肉はこういう風になってるんだ。うん、うまっ。馬肉のね握りは食べたんですけど、もう少し馬肉を楽しみたいよねということで、この新市街の洋さんに来ました。まずは牡蠣をいただいて、特選の馬刺し盛り、これがね4種類乗ってましたかね。これが美味しかったなぁと思ってたら、行く前に駐車場で車をぶつけてチーンです。こちらはね今度 DIY で直してみようかと思ってます。お留守番をしてたメオとイブ、新市街がね屋根がかかってるアーケードになってますので、ここを利用して散歩させていただきました。そんなにね雨は強くなかったんですが、こういう場所があるとねワンコの散歩とても便利です。29日自宅を出発してからかなりね予定を詰め込んでおりましたので、今日は早めに今晩お世話になるベンガラ村 RV パーク、そこについてね温泉にゆっくり入って、ここねレストランも併設されてますので、そちらで夕飯を楽しんでのんびりしたいと思います。ベンガラ村着きましたけど、受付どこなんだろうな。本日はベンガラ村にご来館いただきまして誠にありがとうございます。お客様にお車のご案内を申し上げます。ちょっとこう回られるだけです。ああ、なるほど、こっちとこっちね、はいはい、ちょうどこの、正面玄関と反対側の裏というのが玄関なんですよね。はい、わかりました、はい。で、お風呂がここ。そうです、そうです。今、はい、ここから入ってこられたと思うんですね。僕はね、ここから入った。うん、はい。で、ここに自動ドアで入られたら、はい、その、真向かいもまた自動ドアで、はい、そこから出られるとこうつながります。あ、なんかね、なるほど。はい、わかりました。で、お風呂は利用できるんですよね。お風呂はですね、最終受付が9時半で、はい、10時閉館となります。はい、わかりました。はい、レストランは、ね、はい、5時からディナーが始まって、はい、オーダーストップ9時の9時半までです。はい、わかりました、はい。フロントの方が10時までおります。何かありましたら、はい、帰るときはどうすればいいですか。帰るときはですね、うん、こちらの証明書と鍵のみをですね、はい、今度1番からテラスに今度渡ったここがですね、あ、返却がある、ね、はい、ここにポストがあります、はい、これをまた貼ってますので、はい、そこに入れていただいて、でこれも全部入れて、はい、11時チェックアウトにそれまでに入れていただければ大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。ベンガラ村散策終了くん。あー、天気上がって、天気じゃねえ、雨が上がってよかった。
ここが RV パークなります。 1,2,3,4,5,6,7,8 台か、8台止めれますけど、1台ね宿泊じゃない人が止めちゃうんですよね、よく。さあ今日はこの1番ここにね止めさせていただこうと思います。なれよ、おい、出よ、今日ベンガラ村泊まるよ。ここも専用、トイレ、これより先は入りません。カジルーム、ああ、これ流しとかある。でここがもし嫌だったらこっちにも、うん、ここはトイレ明るいからこっち使ってもいいですよ。おお、ランチメニュー、ディナーメニュー、うわー、ステーキうまそう、ガーリックチャーズ、あ、これいいね、自撮り、チーズフォンデュもある。お様ランチですよ、お茶はだから意外とカレー食べたい。あ、カレーねガーリックシュリンプもいいね。ちょっと悩みましょう、お風呂入ってる間。なんかあるよ、あ、サーモンサンドとかもある。ビールが飲めるよね。朝食にいいね、惣菜コーナー半額、これ関沢じゃねえの、何それ、ベンガラ村、違うじゃん、ユーズ、いや、そんなことないんじゃない。これ食べるんだ、これ食べるんだ、へえ、同じ同じメニュー、なるほど、あ、日本酒あるじゃん、買っちゃうかな、いよいよ、これは700円、カットサロンカットしてもらおうかな、じゃーん、肉基本でもちょっと食ったもんな。ガーリックシュリンプ気になるけどな。とんかつパスタ、あれカレー、ダンドリーカレー、魚は牛ロースじゃないか、ね、アヒージョがある、博多地鶏のアヒージョ、あ、ピザも食いてるけどな。ご当地ならではっつったら、あ、こっちの中で、あ、スペアリブうまそうだね、ガーリックチャーハン、高菜ちゃん、あ、高菜ちゃん、なるほど、ポテトあるよ、マックのポテトがいい、ホルモンあるよ、
迷うね。あ、これ柚子胡椒ついてるとたまんないけど、昨日食ったからな。でもこれ柚子胡椒、そうだから柚子胡椒だけど、うん、昨日食べたじゃない、これチョコレートのフォンデュだって。迷う。あ、とんかつも普通に食いてんだけど、うん、私普通にナポリタン、いくらですか。あ、いいね、今週。これにしちゃったけど、どれが一番うまいかな。ぶどうっていうのもあるよ。はい、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 今日もお疲れ様。まずね、ピルスナーすっきり爽やか、うん、確かに。うん、なるほど。やっぱブラックね。はいはい。でこれがブドウ。なんかこれとこれとなんかブドウっぽい味がする。これが一番うまいかな。うん、これが一番うまい。あともいらない。ほい、あー、おいしい。飲み比べの食レポ全くダメでした。結局ね、悩んだ夕飯も高菜チャーハンと地鶏のミックスグリル、なんか地のものじゃないですよねって感じでした。でね、ちょっと飲み足りず車に戻って買った日本酒と砂ずりの唐揚げを食べましたよ。このね、からしれんこんもとても美味しかったです。寝る前にね、レオとイブ散歩させましたが、このね、白いバルーンみたいなところ、レオくん興味津々で駆け上がってはもうダラーッと一気に降りてね、楽しそうに遊んでくれました。怖い。1月2日豪の旅いかがでしたか。次回はですね、吉野ヶ里遺跡、そして糸島駅、牡蠣小屋で美味しいもの食べましたので、その様子をねお届けいたしますので、次回も見てくださいね。それでは。